では、書いていこうと思います。墨をたっぷりつけて、文鎮は真正面じゃなくても書きやすい位置に置いて使ってみてください。溜めを作って、まっすぐ下ろして、ピタッと止めて、根元から上げる。ピタッと止めて、動かして、溜めを作って、ぐーっと持ってきて、また溜めて、根元から上げる。止める部分もしっかりと止めて。で、八つ切りの紙は滲みやすい場合がありますんで、気になるようなら、こまめに吸い取り紙で拭きましょう。流れで、ピタッと止めて、点々を丁寧に。これも。止めて、で、ラは、最後滑らかに丸く持ってきて、スッと抜く。で、最後拭いてしまいましょう。八つ切りのサイズに山桜と書いてみました。うん。これもまあ、展覧会とか、書き初めの展覧会とかの、まあ、あと、サイズなんですけども、まあ、しっかりと、こうね、山、真ん中に描けるように。で、山の位置を確認しながら、座とか、くとか、らとかで、まっすぐ描けるように気をつけて描いてみてください。で、これは小学校2年生の課題なんですが、とにかくですね、汚さないように、綺麗に持ってくる。こまめに拭いて、しっかりと描くように頑張って描いてみてください。チャンネル登録よろしく。Twitter、Facebook、Instagram もチェックしてね。